大使役決めの投票をするんですか。もうするんですか。何か問題でも。そりゃ問題ですよ。なんといっても次の投票で1位なのは不難なんですから。あん、寝言は寝てー。次の主役は私に決まってるじゃん。それ以外はありえない。私だって頑張ってきましたからね。昨夜はないない。不難もないけどね。あーん。それで投票の仕方は結局どうするんですか。Twitter のアンケート機能と、YouTube のコメント欄を使う。YouTube のコメント欄の方は、それぞれ私、不難、昨夜の名前を書いておいて、そこにグッドを押してくれれば一票だよ。これで前回投票できなかった人も投票できますね。でもお姉様それだと、不難たち3人全員に入れることもできますよね。まあそうなるね。そうなるねってそれでいいんですか。いいんだよ。とりあえずさはできるだろうしね。私のぶっちぎりで。適当だ。そんな適当でいいんですかね。そもそも結果の見えてる投票なんてする必要があるのかな。何言ってんだこいつ。投票なんて投票時間が過ぎるまでどうなるかわかりませんよ。昨夜の言う通り。あ、そういえばいつからいつまでやるんですか。Twitter は6月18日の0時から19日の0時まで。コメント欄の方は。私たちのコメントが投稿された瞬間から19日の0時まで。なるほど。どうやらコメントの固定は一つしかできないみたいだからしないよ。で、一体どうやって Twitter のアンケート結果と YouTube のコメント結果を合わせるんですか。それはだな。それは Twitter のアンケート結果にそのまま YouTube のグッド数をプラスする。超絶適当じゃないですか。そんなんだったら Twitter のアンケートやめればいいんじゃないですか。Twitter もやりたいんだもん。わがままか。まあまあ、とりあえず今回失敗したら次回からはやめるからね。まあお姉様の適当ぶりはいつものことですし。そうそう、失敗は成功のもとだよ。元になりますかね。今回はこれでやるんだよ。わかりましたよ。ふんで、昨夜はいつもの感じだね。なんですかいつもの感じって。あまり良くない戦績ってことだよ。まだ時間は半分以上残されてます。これは次の主役を決める前の大事なレースだからね。プレッシャーかけないでくださいよ。そういえば前回も投票前はこのマップで風船バトルだったね。それで結果は9位、限りなく最下位だったね。今回はどうなるのかな。どうなるんでしょうかね。あとだ、プレッシャーという名の圧力がすごい。しかし今度こそ負けませんよ。いい成績を出して皆さんから認められる主役になります。そういえば今回は乗り物もキャラクターも変えてきたね。いつまでもお嬢様と同じではダメだと思って。まあお姉様が選ぶものなんて大体良くないですからね。なんだそこら。毎回かっこいいとかそういう理由じゃないですか。かっこよかったら早いんだよ。すぐそうやって根拠のないこと言い出すし。早いと思えば何でも早くなる。よし、残り1分頑張るぞ。これはまた昨夜9位コースだな。やめてくださいよ、そんなコース作るの。でも確かに今の時点で3個はきついかもね。私は後半に強いですから。1位の人は何個くらい割ってるんだろうね。10億くらいじゃないですか。希望がなくなるようなこと言わないでくださいよ。よしいけ、私の赤コーラ。一直線に敵めがけて飛んでいきましたね。1位のやつは何やってるんだよ。まさか5ポイントで1位とは。褒めてくださいよ。まずいぞこれは。非常にまずい事態ですね。何がまずいって言うんですか。フランスに昨夜に負けたら立ち直れない。私も無理。どんだけ下に見てたんですか。昨夜はそこら辺の犬と同じくらい。ひどい。オットシャベンでミリアちゃんに言うくらい。生物ですらないじゃないですか。このレース絶対勝つ。誰か昨夜を止めろ。止めるどころかなんかどんどん割られてますよ。ここだ。ははは、そんなにドリコイラ当たらないって。当たってますよお姉様。なぜあれが当たる。残り時間が10秒。よし、ここら辺だな。だからなぜそれが当たる。これはもう誰も昨夜に追いつけませんよ。頑張れ、みんな昨夜の風船を割るんだ。どっちの味方してるんですか。そこのテレサワで。テレサワありませんよ。やったー。これは夢か。夢じゃありませんよ。これはまずい。主役のががまずい。よし、昨夜もう1レースしようか。なんですかお二人とも揃って。よし、第2レース張り切っていこう。勝手に。頑張れ昨夜。やるからには全力でやります。ルールはドッカンボム兵か。そういえばエルを長押しでボム兵を遠くに投げることができるってコメントで教えてくれた人がいましたね。ありがとうございます。あ、そういえば昨夜。何ですか。やっぱりなんでもない。わざとですね。一体何のことかな。そういえばさっきもスタートダッシュミスしてたね。確かに。完全に潰しに来てる。どうやらもう当て始めてるやつがいるな。いい傾向ですね。ボム兵は後ろをついていった方が当てやすいので、できるだけ後ろから行きたいです。今の当たったように見えたけど多分距離がギリギリ足りなかったんだね。次は当ててみせます。その前にしっかりとゴムを補給していきましょう。昨夜は前半ありっても後半あるからな。要注意ですね。完全に敵の視点で話してる。ゴムも4つありますし攻めましょうか。いや、そんなに動かない方がいいと思うよ。逆に攻めさせて風船を割られるというても。確かにそれもありだな。なしですよなし。そんなのなし。ここだ。一歩インサメか。まあまだ大丈夫ですよ。とりあえず逃げてと。決まった。風船割れた。ここはまずい。さっさと逃げないと。しかし簡単には逃がしてくれない。同じ人に2回割られたね。許せません。絶対やり返してやる。さすがにあそこで2回割られるとは思わなかったな。敵もゴムはあそこら辺に鉄塔に投げてたんでしょうね。あれは運が悪かったね。しかしこの時間帯で風船2個割られるのはきついですね。そうだね。全部割られると点数半減だから後半がかなりきつくなってきそうだね。ここで一気に3連続ヒットだ。あ
諦めませんよ私は。このレースが終わるまでは。ものすごい意志が感じ取れますね。割られずに終わる。これがゴム製の鉄則。いや、昨夜めっちゃ割られてるじゃん。もう2個も割られてますね。後ろから来ているのは分かっていますよ。後ろから来ていたテレサを爆破。よく末を見てるな。もうそろそろ王冠がついてもいいと思いましたが、まだ着きませんね。つまり1には6ポイント以上持ってるってことだね。昨夜はその差を詰めることができるかな。もちろんやってみてますよ。さあ残り時間は約半分。後半戦はどういう展開になっていくのでしょうか。今の後ろに投げたやつが当たったのか。自分でもよくわかりませんでしたが多分そうだと。痛い。おっと風船は割られたが、昨夜に王冠がついた。1位のやつにすり上がったな。詳しく言うと1位の人が風船全部割られて、繰り上げで昨夜が1位になったんでしょうね。ラッキーです。でもどうやら繰り上げられたのは私だけじゃないみたいですね。あ、本当だ1位だった理由。ってことはまだ余裕ってわけではないね。時間も1分以上ありますしね。さあ風船を割りに行く昨夜この行動がどう出るのか。昨夜は今風船たったくしかないからな。果敢に攻めるのはいいが逆に、割られたら終わりだね。それでも今は攻めます。ここで残り時間が1分を切った。ここから先は相手のボックスが2段になって、さらにひどくなるからな。当てやすくもなるが割られるリスクも増える1分ですね。ここを切り抜けて勝ちます。まずはゴムを集めて集めてと。しかしまだ1位だったりとなると、上位のポイントの変動がほとんどしてないな。2人どころか現在1位は3人に。これはこっちが割らないと負けますね。あ、この爆弾は。おっとここで昨夜の命の風船が割られてしまった。落ち着いて、冷静に。しかしここで昨夜のダブルヒット、一気に単独トップに躍り出た。しかし危険だね。昨夜は後レース終了までの30秒。一発も被弾してはならない状況だからね。30秒ですか、難しいですね。さすがに動きに迷いが出てくるか。しかしその迷いが危険だ。遅い的ほど狙いやすいからね。なんとしても動き続けます。結果、いつの間にか昨夜の応援してるよ。まあいい勝負してますからね。ここでさらに昨夜が加点していく。得点は9ですか。残りが15秒切っている。ここはもう切り替えて逃げに徹します。だけどここに来て追いついてきたやつがいるな。1位ばったりになってますね。それでも私は逃げる。昨夜のこの判断が七と出るか強と出るか。どっちにしろのうちに変える判断はできない。あとはこのゴム製を投げまくってと。フィニッシュ。なんとか玉座は守れましたか。いやーいいレースでしたね。そうだね、じゃない？いいレースしてもらっちゃ困るんだよ。いつも最下位付近なのに、なんで今回に限って2回とも1位なんだよ。2回とも1位とか初めてなんじゃないですか。そもそもいつも2レースなんてしないからな。そうですよ、お姉様が2レースする。なんて言うからいけないんですよ。だっていつもの昨夜だったら1回上取ったら、次は下がるはずでしょ。私の言われようがひどい。とりあえず投票は、私に入れろ。じゃあね。言いたいことだけ言って帰りやがった。みんなわかってるよね、投票はフランに入れてね。バイバイ。お二人とも帰られてしまった。私は投票いいですよ。一度主役もやりましたし、お嬢様か妹様に投票してあげてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。